月が導く異世界道中、星に。ナロー系作家ハンターハンター大好きすぎだろ。な暗き顔しな漫画。主人公はラノベ体質の平凡顔の主人公。その主人公の両親が異世界から現実世界に来た人物だったために、古の契約としてその主人公の兄弟の誰かが異世界に行かなければならないみたいな感じの縛りプレイが発生する。主人公が向かう異世界の管理者は正確に難がある人族至上主義のクズであり、それを憂いた日本の神が主人公にチート特典を与えて異世界転生大部屋に飛ばされたら、案の定クズ性格のメスであり、ブサイクはいらないということでモンスターとコミュニケーションできるチート特典を与えられて放逐されてしまう。そこから、森で困っていた多くのメスを助けて、なんやかんやあってメインヒロインの時代劇好きのドラゴンのメスをちょろいん化させて、大工のヤンデレメスをちょろいん化させてお劣影をする漫画。この漫画は主人公は異世界転移した瞬間にすでに世界最強のチート持ちであり、世界トップクラスのドラゴンのメスやクモのメスを配下に置くというチートフルスロットルな漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。